疲れました。まあ本当に素晴らしすぎるというか、いや気合い入りましたね、あれだけのレースなかなか見られない、いやでも吉澤のミスはやっぱ後ろでフォローしなきゃいけないんで、まあ、援護できるところはして、もう最後は武田さんの後ろだったんで、もうなんとかもう意地で申し掛けました。完全にもう格闘技だったですよね。いや苦しかったですねでも見応えあるレースができたと思うんで、まあ、いい競輪できたと思います。まあ結果はたまたま一着ってだけで、まあ、基本的に吉澤が頑張ってくれたので、その気持ちに報いなきゃいけないなっていう思いで走りました。いや関東も戻ってきて結構人に手ついてるから、ね、まあ、自然とはなりました、まあ、本当に。まあでもまた明日がまだ勝負なんで、頑張ります、気合いで。いや本当、はい、昨日ボクシングでいい試合すごい出たと思ったそうですね。いやでも本当気合い入りました今日、ね、はい、そうですね、そういう風に見て言ってもらえれば本当にありがたいですね。やりがいがあります。いや本当今日のどっかの民放の時間買い取って流してくれないとこんなすごいレースないですから。フェイスブックでびっちり流せる伝えられる、はい、ある